皆さんこんにちは、岡山 DJ スクールの DJ 大です。本日より、初心者でもわかる DJ のやり方を教えていこうと思います。はい、今回は1回目ということで DJ の機材について説明していこうと思います。機材の紹介をします。左と右にターンテーブルを置いてもらって、まあ、その上にこういうふうにレコードを置いてもらってですね、はい、でこちらがミキサーとなっています。ミキサーは何に使うかといったら、左と右の上にレコードを置いてもらってその音を操作したり音量の調整をする機材となってます。ターンテーブルについて詳しく説明していきます。まずはスリップマットを乗せます。だいたい DJ 機材扱ってるお店で 2,3,000 円ぐらいになります。その上にレコードを乗せます。で次に、こちらにレコード針を、こういう感じでつけるんですけど、だいたい僕が使ってるオルトフォンでこれが2万円ぐらいですね。でもし針が折れた場合が、ここは取り付けできるんで取るんですけど、こちらが一応もう取れた状態、おっと、まあこういう取れた状態にこういう交換針っていうのがあって、これがだいたい1本4000円ぐらいになります。でこれをこういう感じにつけます。でそれつけたのをこのレコードのアームに装着させます。はい、で次に電源をオンにします。でその後にスタートボタンを押して、でレコードの上に針を乗せるんですけど、まずこれが止めてやってるのを外して、でこれレコードの上に乗せるんですけど、その時これが持ち手になるんでそれを持って溝の上に落とします。このようになります。はい、ここで注意事項ですけど、レコードの針はとても折れやすいので手でこういうふうに触らないようにしましょう。あとレコードの上に針を乗せるときはここが持ち手になるんでこういう感じで持って垂直に落とすようにしましょう。でこういう感じでレコードの溝が回るんで、その時にこう横の動きはレコードの溝に針が引っかかるんで、そういう場合負荷がかかって折れやすいので、こういう動きはしないようにしましょう。でこういう感じで持ったりとか、あとこういう感じで持ったら結構こう横になりがちで、針が負担すごいかかっちゃうんで、それもやめて必ずこういう感じで持つようにしましょう。次にミキサーについて説明していきます。これがフェーダーです。こういう感じで動きます。で次に音量調整するつまみです。でここら辺は音を操作するボタンになってるんですけど、またここら辺はおいおいお話しします。で、これが先ほど言ってたフェーダーで、こちらが縦フェーダーになります。こっちが左のターンテーブルの音量調査する、こういう感じですね。でこっちも右のターンテーブルの音量操作します。こういう感じですね。でこっちが左にやったらこっちの音だけ出ますね。こっちにやったら
こっちの音だけ出ますね。ちょっと針がすごい飛んじゃったんですけど。でこれ真ん中にしたら、こういう感じで左と右の音のターンテーブルから流れてくる音がミックスされます。でここが音量の微調整になるんですけど、まあ、ミキサーによって、こういう感じでつまみの配置っていうのが多少は違うんですけど、ここのデッキ1っていうのがこっち側のターンテーブルの音量、ローやミッド、ハイっていう高音と中音と低音ですね、これを操作するつまみになってます。まあだいたい一般的には真ん中にしておけば大丈夫です。でデッキ2っていうのはこっちの右側のターンテーブルから流れる音の音量の調整する、まあ、先ほど言ってた、まあ、高音と中音低音、あとここ音量の微調整ですね、操作するつまみになってます。一般的にまあここのつまみとこのフェーダーっていうのを主に使います。はい、はい、今回は、ターンテーブルとこのミキサーの使い方について説明しました。でこれうちのコロちゃんになります。質問やコメントは随時受け付けております。ではそれではありがとうございました。また。